皆さんこんにちは、神谷康平です。本日も三世党 DIY カフェをお送りしていきたいと思います。今日のゲストは表平明先生にお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。前回、こちらの本なんかもですね、紹介していただいたんですけども、発売から結構経ちましたけど、どうですか、反響は。なんかね、3000冊売れ切って、次1000冊、同冊で、それで、この出版会社の社長が、この間の、 出版記念パーティーをやった時に2冊目出しますって言ったのにそれのシナリオをちゃんとみんなに分かりやすいように考えていってるとこですがまあ皆さんのおかげで私も本を書くっていうふうには思ってなかったんですけど皆さんの引っ張りでなんとかこのね本を出すというまあ主観もね表主観というのもこれで少し分かりやすくなったかの。 かんなとととといいいいいいいうことうこ、ん、で貢献させてたたただいたらあありりがが思まますすはござなかなかネットでも言えないようなことが書いてありますので、はい、ぜひ気になる方は書店でまたもしくはネットで手に取ってみてください。はいということで、まあ、前回来ていただいた私、まあ、参議院になって間もない頃だったんですけども、はい、あ,あれから3ヶ月を経ちましてですね、はい 本会議も出たり委員会も出て、私、財政金融委員会っていうのがんですけど、西田翔士先生と一緒なんですよ。あ、なるほど。因縁ですな、これは。因縁ですね。くじ引きでそうなっちゃったいや、それ因縁です。くじ引きという因縁やからね。まあでも、財政政策ですね、西田先生と僕、かなり一致してるんで、この間。聞いてます、聞いてます、僕。西田チャンネル登録してるから。ありがとうございます。西田先生がですね、もうかなり財政法4条はですね、GHQ がかけたくさみじゃないかって言うと、後に僕も、 財政法四条改正してとかっていうこう質問がうまく来ないのも噛み合ったので、同じです。よかったよかった。あのよかったんですけど。まあ、党派超えてね。もっとこれからはあの一本の線でつながっていくという。だからもと言ってたね、海外もこれあの自分の考え方と合う人たちというのは党派じゃないから、それがどん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 こう膨らんでいくと線でつながっていって面になります。そういう時代にもう入ってます。だから我々だって何をどうやこんなとこつながってんのにみんなつながってるじゃん。あっですね。 それ別に意図してない。自然に繋がった感じがしますよね。そうそうで、そういった、まあ、ま、なんか私は茂出先生がお付き合いもあるので、結構よ、結構俯瞰して見れるんですよね。いろんな方のいろんな意見を聞くから。うん、やっぱり 正常世界にいて、これでまあ長田町にいるとですね、どうしてもこう近視眼的になってしまって、うん、ります目の前のこと、目の前のことになっていってるんですけど、のうん、目の前のこと見てると結構日本はもうあの行き詰まっててですね、すねなかなか経済も、人口、ね、問題も国際情勢も、うん、もうかなり八方塞がりで、僕なんかも、まあ、短期的に3年ぐらいで見ると、3年、4年ぐらいで見ると、いや、これかなり状況悪いぞというふうに<い>、えー、思って、で、うん まああの、なんていうんですかね。こう、その目の前のことだけ見てると、どうしても意識がこう縮小していって、なんか気持ちが落ちていってですね、なると。まあ、だから僕たちは、まあそれはそうよと。現状すぐに良くならないけど、うん、でも、それだからもうあかんねんって諦めたら終わりなんで、うん、そうです。それをどう捉えて、次をどういうふうにこう意識転換していって、次の時代を開くかみたいなところを訴えていきたいんですけど、うん、まあこの分野は表先生にちょっとヒントいただくのが一番いいなと。いはい、あの、はい 表仕官でいつもすみませんけど <laughs> あの昔ねあの昔で今もあるんですけど吉野の蔵王堂ってありますね。はい あそこで我々もご神事をいろいろやらせてもらったりしてきたんですけどもあそこで伊賀甲賀根五郎全部集まるんです、うんね、でそれ全部武家に使えてるんです、はい、だからそこの情報をどこで知れるのって言ったらあそこで知れたんです、うん、あそこに行ったら山伏は嘘ついたらあかんです、はい、忍者は全部山伏やから、うん、そうするとそういう期間があったということだからあそこは国軸山っていうんです行ったら書いてあるから、はい、みんな知らんかもしれんけど、うん、あれ国の国の軸って書いてるから。はい だから国ののの軸っっていうのはもっと地層の中にあるんです、うん、だ政治の世界でやってるのは太政官って言われるいわゆる表側をやる人なんですね、はい、まあ僕は表と裏やけど <laughs> だから裏の祈りもあって表のこともやらなあかんというね、うん、まあ今そのぐらい忙しい時代になりましたけれども、はい、やっぱりその時にあの裏の根回しってみんな言うてるけどこれは談合じゃないんです、はい、ちゃんとみんなが正当に幸せになるために、うん、しっかりとみんなこれでいいよねっていう根回しをしておいて合図をとっといてでシャンシャンで納めるという、はい、まあ日本独特の納 方でそそここででああままり論議しないといいととうううすねのの政治の世界僕はいつもうち、まあ、だからなんで「青戸」の話したか言ったらうちの修行はそんな感じなんです、うん、もうどこの党派のやつも修行に来てるし、はい、官僚も来てるし、うん、むちゃくちゃなんか知らんけどこうつながってくる、はい、でこれは何かあって神様の意思やなと僕は思ってるんですけど、まあ、そう言ったら宗教みたいに思うかもしれないですけど、うん、大自然ですよね、はい、そうすると今の時代もそういうことは実際は続いているんだと行われているんだということを知るべきなんです。はい、その時 にあの。 どううやっっったたら次のの時代をを迎ええれるかてていずと考きわけですね、はい、だって我々の先祖たちも叩いたら誇り出るでしょ、はい、みんなだって絶対ええことだけしてきたんかっていうことはありえないわけやから悪いことのが多いかもしれんい叩きゃ誇りが出るしかしそれを直しましょうよということを真摯に続けてきたから歴史が続いてきたんです,です、ね、でこんなもん潰したらええというのは神様からしたら地球作ったんやからぶチって潰したらいいんですよ、うん、ところがこれだけ存続させてるということ自体が奇跡なんですよ、はい、だから我々はそこに思いを馳せて 次の時代を作るために生まれてきたんであればしっかり次の時代を作らなきゃいけないでさっき言われたように政治の世界とか官僚の世界とか色々これねひっついてるようやけどね、はい、僕はこの間も言ったんですけど金魚鉢なんです、うん、で金魚鉢の中でこう泳いでるんですよ金魚が、はい、僕らは外からおいおいおいって言うわけ今そこ狭ないかって言う <laughs> いや、これめっちゃ心地いいんですよ、はい、っていうわけね。うん、ほんで、分かれへん,んですよ。金魚鉢の中におると思ってへんねんけど、はい、この頃ちょっと気がついていたんで、金魚鉢のとこに、ぴゅっと顔を出しておるわけね。僕、今まで金魚鉢の中にいたのって言い出すわけ。うん、ということがあの、気づかしていくということが、うん、実はね、岩と開きなんですよ。うん、岩と開きですね、うん。で、神谷さんはそれをせなあかんねん。うん、そう。僕はそれやりたいんですよだからそそこにそれでここまで ほんまは金魚橋外におったらええねんけど、はい、今中入ったわけやで、ね。<laughs> <laughs> 中から割らなあかんか。ね、逆に言ったら、ちょっとずつね、うんうん、いっぺんにばんと行くと、みんなびっくりするから、なん、うん、かそこの部分がものすごく重要なんですよ。だから、岩と閉じっていうのは、僕はあの、さっきもちょっと言ったんですけど、八回閉じたって言われて、て七回って言ってる人もおるけど、八回、うん、閉じたって言うてる人がいるんですね。はい それについてまだ、うん、あのでお話をしていきたいんですけど、はい、それやっぱり、まあ、簡単に言うとその科学至上主義になったっていうようなことね、うん、もうこれ一個だけ言うときますけど、うん、今その科学は絶対や科学医者は絶対やでそれで科学者が絶対で,でそれを専門家有識委員会で読んでそれは全然ウイルスのことがとか、ね、いろんなことその、まあ、いろんな分野があんねんけど、まあ、それ全く専門外の人たちがやったりしてしまう、うん、というところでしたけど科学というのはも,もう絶対 絶対なんだということで、で、政府が言ってるから絶対なんだということで、すべてがこれ賄われてしまうっていうのを。権威至上主義になるもんですよね。そうそうそうだ、はい、から、そこはやっぱり自分の頭で考えて、自分の心でちゃんとジャッジして、自分がそれを行っていくっていうような社会制度にならないと。うん、まあ、なんか言ってくれてるからお父さんが、えー、おじいちゃんが言ってるからみたいに言うけど、まあ、先祖も間違ったことはあるんやということをね、うん、そこを正すということと、その次の社会で間違ってきたことを。 できるだけ払拭してそして正しい道いわゆる未来に向かってそれはあの価値観変わるから正しい道を選び出してそれを遂行していくというのが今の我々の役目なんです。はい いやまさにね、我々、賛成党っていう名前ですけど、<う>結局、今、大本先生おっしゃった通りなんですよね。あまりにも日本人がもうメディアとか権威とか政府を信じすぎてると。<う>で思考停止に陥ってるわけですよ。そうです。で、でも、その、まあ、大本が間違ってるんで、みんなが間違った方向に行ってしまってるとで。なかなかこう、方向転換できない。で、ここにいる人たちも、もうここに感性の法則が働いてるんで、今更方向転換できないですよね。できない。うん。なんかここの金魚鉢の中にいるから。<laughs> 金魚鉢なのね。そう金魚鉢ね。ですよね。だから、僕らは、僕、何をしたいかっていうと、 こう流されてる人たちにちょっと待ってとみんな一回立ち止まって一回自分で考えましょうよとでな,んならそれこそこの金魚鉢の人たちにも声を上げるもしくは自分たちに入っていってもう一回みんなでやりませんかということをやりたいんですよねそうです考えて僕ね一つの思ってるのは偉くなってくる、うん、人間ってほら出世出世っていうんか肩書きがつくとね だから今出世した。まあ世間、今までの世間者が出世しな何やかんやアウトロードやってきたやつが出世した。なんか肩書き図でバチついたら出世した。っていうふうに思うでしょ、普通に。ね、それはホワイトからと思うのかもしれないけど。で、そうなってくると、実るほど神戸の食べる稲岡な。もうこれね、僕らも言われてるんです。有名になってくるほど頭低せよと。だんだん偉そうになってくる。ほんで、あの、あらゆる分野においてね、あの、今、 あの学術的なこととかが絶対正しい政府が言ってるから正しいそれにのっとって大臣がそれを言ってしまったら帰れない、うん、なんで言う,言うたら、うん、僕間違ってましたと言わなあかんま、はい、で。間違ってた時は間違ってましたごめんなさいって言うたらいいんです、はい、ほんならものすごい苦が楽になる、はい、で「あアホか」って言われてもええから、うん、でも今からはここを粛清していますって真剣にやってたらその態度わかるから、はい、だけども一っ言うてしまったらもう引っ込みが込みつかむ、ね、い旦やってしまったら私 大臣が言ったことやねんから絶対やないかで行くでしょ、うん、これを間違いて言うんですそうですね。だからこれはね、何をやってほしいか言ったらね、あの、率先して、 すみせんでした率先してみんな謝りましょうやと謝ってしもったら楽やからもうだってもうしゃあない人間絶対間違えなんことはないんやから間違いの塊やから先祖伝来でもそれを粛清するのが我々の役目やからそしたらもうどこの党派の人にも捕まえてきて一緒に「すみませんでした」っていうとこは言ってねそれが言えるやろこの人たちっていうのは男性としょっちゅう間違って謝ってんだいや謝ってんねいやそれは間違ってたら謝るだけど言ってきたらこの骨子のことはあってたでしょっていうね僕ら30年間言ってきて。 変なやつ変なやつ言われてきたけどどん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 あの人言うてることってきた30年やね100年ぐらいすぐですよ。だけども自分の感性で思ってることはスティーブン・ジョブズがそう言って若者たちを自分が思うことを貫きなさいね、あらもう晴らしい話やんね。で今は日本人に求められてる前までは白人でよかったけで今は日本人にどんどんそういうことをやってほしいと言われてるからそれ今神谷先生とこ来てる。 スティーブブン・ジョズこの辺にる僕ですね正しいことが正しいと言えるそんな社会にしないとおかしくなりますよということですよねでも間違うたことは間違うたことまずは間違うたことを謝るで先祖伝来のいろんな因縁っていう間違うったっていうのがあんねんけど歴史ではねこと書けへんのですこんな100%正しいみたいな歴史でいくからバンザーになるわけよねだから要するに間違うったんですいろいろ。 いろいろあったでしょあなたもいろいろあったでしょあ,、はい、あるは誰だって、はいねまあ、キリストかって恋愛したでしょとか言ったらそんなことはないって教育教会は言うけど人間やからだからそれはいろんな余感もありながらいろんなたもありながらでも。あの 最後に正しいことを貫いて、うん、みんなに何かを示していくというのがリーダーの役目ですよね、はい、だからもうそんなんもうみんななみかってるんですよ、ね、視聴者の方々もね全部政治に全部耐えるんじゃなくて「あなたも悪いことしたことないですか?」「あなた悪いこと思ったことないですか?えー」イエス・キリストがね言ったような話ね「はい、バグダラ・のマリア」に石投げてるやつに「はい、あなた方はこの、ね、女性に石投げる資格がありますか?うん」一回も悪いことしたことないですか?」って言ったらみんなやめた。うん だからそしたらもうそう懺悔したらいいと僕は思う、うん、でしょ、うん、でその上でこれが正しいんじゃないかということをみんなで合議をした上でそれを進めれるような先生が政治の世界に今いるかということなんです。うん、岩岩開開ききででしょ岩戸ですねこれめっちゃ重要なんですよ。自分を首相に、はい、もうね自分を盾にして私も完璧ではない完璧ではないからこそその悩み苦しみがわかるんですよ、うん、と。 こんなリーダーに我々はついていきたいと思うわけですよね。なるほど。 まあねなかなかそこまでのリーダーになるしはない、ただ僕は <laughs> 演説でもよく言うのは、僕、完璧じゃないですから、僕に理想のリーダーを求めないでくださいとは言ってますね、あはい、理想というより人間味かなというか、ん、な今ないのはこの行政的にだんだんなってきてるでしょ、うん、あのだからシステムでくく,るく,くった法律とかね、うん、でこれが今の,あの民主主義社会ですよ。なんの,の縛りもないかって縛り、縛りだらけでしょ。はい でこれは何あの共産主義じゃないけど何で縛ってんねって法律で縛ってるん,んでしょ、はいあの、立法でね。うん、で、これはやっぱり、あの、律令制度の時からもあんま変わってないんで,、ねで、上下列をつけて、今はえ言ってないけど、まあ上下列があって、はいで、こういうことで岩戸を締めていったわけやから、うん、そう考えると、それを取り払っていく。はい、で、まずはその秩父ですね、あの先祖伝来の秩父は見せてないんであれは。はい それを明らかに暴露するような時期に来てると思いませんかっていうそうですね。僕なんかよく言うのは、やっぱり明治以降の日本の歴史、もう一回見つめ直して、もう一回、別江戸時代に戻そうっていう言い方をたまにすることなんですけど、戻すすぎたからね。そうではなくて、そうではなくて、やっぱり明治以降の歴史をもう一回ちょっと振り返ってですね、江戸時代ももちろん問題あった。問題あった、あった。だからこれは申し送りやから。だからそれを全否定した明治から今に流れるまでも、やっぱり問題あったんですよ。問題ありまくりなんですよ。 う今のだから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 変えられへんねん言えないと変えられへんねんと,ところが自然が変えていってるでしょう政治の世界でもね安倍元首相がお亡くなりになったこの間も慰霊やってきましたけどね昭恵さんとのもう一緒にあれして、まあ、お疲れ出ませんように言ったけどやっぱりああいう長い間政治家の女房やってたらって言ってましたわあの死ぬっていうことはみんな世界中命かけてやってるから覚悟はできてたつもりでしたけど うん、でも朝ごはん食べて、えー、昼過ぎには帰らぬ人になる命ってもう儚いもんです、うん、だからもうあのやばいなと思ったらもう帰っといてなって言うた <laughs> そういうことやけど <laughs> それは身内の意見やけど、はい、要するにでもみんなにあのそう懺悔させるというリーダーが今なかなかでしょ。はい、キリストが言うたこともャカが言うたことも、はい、自分を清めなさいって言うたんで人の悪口ばっかり言うてもしゃあないわけやからそう,、ね、そうしたらみんなで一回。 みそぎ払いで総う懺悔しましょうよとそれ終わったらね急に希望と未来が出てくると僕は思ってるんですよそれ岩戸開きなんですよだからなやり方は任せるけどねあのどういうふうにこれからちょうど今年の下半期まだまだいろ赤出ると思うんですよまだまだええっていうなことも戦争もいろいろあると思うんやけど来年度以降は振り分けてウサギ年ってそうなんですよ飛び上がるでしょウサギ歩けないんです飛んだら落ちるんですね。 で基盤のようなやつが飛んだら絶対飛ぶだけ落ちるんです、はい、ところがちゃんと盤石を築いてきてしっかりやってきた人は基盤から基盤へ飛ぶんですで立つ年になったらうだつが上がるいて上がるんです、はい、うだつが上がるか下がるかはこの2年で決まるんです、うん、それから万博に入る,なるほどだからもうこの2年はもうほんまに必死でやらなあかん、はい。だからそれは自分を律する周りも律するみんなで総ざんげして全部みそぎ払いした後に上がるんですうん 絶対上がれるからと。なだから皆さんもぜひそういうふうに思って、参政党を応援していただいて、参政、はい、党の中で、私たちが残業して、私たちが共に次の基盤を作るんだっていうふうになったら、オセロが一挙にひっくり返ります。うん、今この、今の体制の中では、俺、責任取らなあかんのってなってる。そうですね。一回、言うたらも、それもう引っ込められへんやんか、みたいな、要はメンツですよ。うん、もうこんなものは捨ててほしいんです。なるほど。万民のために。はい。ということをぜひ。 神、えー、先生に臨みます <laughs> はい <laughs>、はい、ということでねまあなかなか先行く透明ですけどもそれをまあ逃げ切ろうとかね人のせいにしようとかいうことじゃなくて一度自分たちで振り返って自分たちに問題があったんじゃないかと何かこう改めるべきところがあるんじゃないかということで一回こうみそぎのようなことをすることによって、ね、一回、えー、っとリセットしてですねこう次のステージに自分が対応できるような自分に変えていくと一人一人がこれをやるとですね日本全体が変わるんじゃないかと。 まあ非常に抽象的なお話に聞こえるかもしれませんけど、やはり政治をやっていく上で一番大事なことはそういった考え方とか哲学ですから、はい、今日の本先生のお話なんかも頭に入れて、まあ、私もやれということですがやりますし、すね、皆さんも何かいや私もやりますから、はい、ぜひ一緒にやれ、みんな一緒にやったらいいんです、できます、はいはい、頑張ってやりましょう。しいございました